さて、ご視聴の皆様方、見てましたね。A4 対タスマニアタイガーマッチやってるんですね。そうか。
今日はピカヨロボットで熱いイベントをやっちゃってるので、こっちは人が少ない感じでございます。まあ何かやりましょう、何かやりましょう。ピカヨロボットに負けるな。ウェントチュンリーって強いよな。この中足なんとかしたいっすよね。あの技がちょっと見されすぎてるんだけど、おマキリはいつもいい勝負するけど、こっからいけるか。うわー、ショーパン先出してる。もう読み合いだからね、早出しには元気があるんで。人が少ないですけども、なんかやっていきましょう。今日ね、6月23日昇竜拳の日なんですよね。昇竜拳持ち限定大会にしましょうか。いいよ。やりましょう。
昇竜拳にちなんだ何かをやりましょう。これ昇竜拳コマンドを持ってるキャラを使ってもらいたいですね。竜拳を、なんだ、竜拳サガットダルシム、レイロン、レイロンちょっと違う、フォークジャニー、まあ限定かな、バーカ、イベントやりましょう。やりましょう。6月23日昇竜拳の日なので623ですね。あ、昇竜拳持ち限定大会、昇竜拳持ち限定です。支援客はセーフ、ダルシムのテレフォンもセーフ、で龍拳、サガット、キャミー、ホーク、フェイロン、ダルシムかな。ゴーキどうする、ゴーキなしにしようか、使わないか。はい、というわけで昇竜拳持ち限定大会 S キャラ OK です。というん、トマホーク、あ、入った入った、出てる。はい、キャラクターを書いていってください。東西戦です。7キャラですね。確かに。まあ、2キャラかな。あ、じゃあ片っぽ昇竜持ちを使ってもください。それでいいか。片っぽは昇竜持ちを使ってください。はい、書いてくれ。
ちキャラが1体は必要とかで、でいつもウリグラさんテーマを使うんであるアイドンから出たすいません、あ、すいませんで、アイドンにはい、昇竜キャラじゃないキャラ1キャラ書いていいですよ。いいよ、よっしゃ。あ、昇竜キャラじゃないキャラ1キャラ書いていいんですけど、せっかくなのでめちゃくちゃなルールにしようと思います。で、昇竜拳でラウンド取られたら問答無用に負け。そう、1ラウンド目でも昇竜拳で殺したら勝ち。やばい、昇竜拳で削り角だった場合やばい。はい、まあダルシムはできないですからね。ダルシムはできません。あ、いや、2キャラ目は生きてるよ。2キャラ目は生きてる。テーレッテーにします。レッパーダメですね。レッパーコマンド違うんで。調整してね。はい。昇竜拳で殺せばいいんですよ。そこで、うん、トマホークバスターで倒した、ない。トマホークバスターの場合、我慢してれば台風になるから、1ラウンドで済むんですよ。狙うでしょう。これね、剣使いが生き生きすると思うね。はい、それではオッケーです。あれ、フェイロン少なくね、もっといると思ったんだけど。じゃあ半々に分かれましょう。じゃあその2人で取り合ってください。リーダー、じゃんけんして 1P2P 取り合いからお願いします。いらない、ムナリさんが 1P なの。 2P 最初はグーじゃんけんほい。出る順番は、自由にしましょう。あ、それうん、いや僕それ焼き鳥のバイソン。A4 対タスマニアタイガーマスク。
A4 勝つと思うけど、いい勝負すると思う。これ陣8対3 4か5は取るかな。取ると思う。それぐらい強いこの人は。本日私病み上がりで喉がいかれてるんですけど、はーい、オッケー、グッズさんも来る、オッケー。あ、じゃあテラさん、川又、グッチ、そうっすね。うん、僕抜ける。もう一回じゃあやり直します。1ラウンド取られてても夢がある。アルティメット KO、 龍子の剣外伝というやばいゲームですね。あ、テラさんキャラクター2キャラ、昇竜持ち1体、リュウバイソン。川又くん、まあどうせ昇竜持ち2体だと思うけど、リュウバイソン、はい、本日6月23日昇竜拳の日なので、昇竜拳にちなんだイベントにいたします。お、竜サガットらしい。こんばんは、竜ガエル。まあ竜拳ばっかりだと、竜とかサガットばっかりだと相当バイソンが活躍しちゃうんですよね。気分が良くなる。ありがとう。はい、あとはグッチさんのキャラクターを待って終わりですね。決まりました。ワンピー側、アゼ、クレジン、バイパー、グリグラ、焼き鳥、5人か。え、5人じゃなくない？ 6 人いないといけないですね。ヒデ、アゼ、クレジン、バイパー、グリグラ、焼き鳥、ワンピー側です。 2P 側、マキリ、破天荒、ムナーリ、テラさん、川又、グッチ。お、強いね、強いね。はい、では分かれて席はもう分かれてください。破天荒さん 2P です。はい、昇竜拳フィニッシュはその試合勝ちになりますんで、最後飛ぶバカがいるかもしれないですよ。それでも、ダイヤパカートはあんま信用できないですね。あんま信用できないですね。
2回は削れる。じゃあ剣でいい。はい、あとは大丈夫。そっち6人いる。グッチさん 2P だから、テラさんどっち？ 2P じゃん。始めましょう。キャラクターを先方かぶせかぶせ。2P 強い気がするな。はい、 2P は？スーピー誰が出る？あ、これ以降かぶせ、かぶせ。テラさんとグッチさん。誰が行く？おい、はい。キャラは？オッケー。さあそれでは始めていきましょう。さあ先攻はヒデリュウ VS ムマリリュウという、こんなの先攻に出していいのかと思われましたが、いきなり出ていくチームリーダームナリ。昇竜拳、まずは一発。さあヒデはバカなので飛ぶぞ。さあムナリ挑戦している、挑戦している。ああ、おー、試合終了。相手がバカだった。はい、次誰が出る？昇竜拳フィニッシュは勝ちです。ゲームサウンドプラス、ゲームサウンドをちょっと減らしました。どうかな、こんなもんかな。さあ、アゼキャビン、まあ、キャミーはまあ飛ぶよね、しょうがないよねこれね。お、うまい。お、あー、あぜー、押し通した。さあゲージを溜めつつの弱小流、弱小流、あれ強いですね。お、今の前。さあめくりジャックティック信用ならない、特に龍拳はめくりづらい。さあそしてムナリ調整が終わった。波動拳調整が終わっている。欲望の昇竜拳が空を切りまくる。ああ、汗が処理してるぞ。あるか、あーあさあムナーリ欲望にまみれすぎた。あ、破天荒さん。さあ破天荒、いつもにこやか破天荒が、あ、いつもにこやか破天荒さんだが、エッサガを使うと黒い笑顔になるこの男。このキャラの対空はガチンコなので、もう知りますよこれ。これやばいっすね、これもう飛べないやつですよね、このルールだと。あ、あ、TB、 あ、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 さあこれはお互い終った。まあ飛ぶしかないからねこれね。おお、なるほど。いや実際
エッサガってあの距離でグランド打っても赤が間に合いますよね。キャディの首結構不安定してるんで、ね、コーン間に合いですよね。スーパー先読みしない限りで大丈夫。そうですよね。いやこれやばいやばいやばい、あー減りすぎ。さあ普通にやってもきついのにもう飛べないという。いやでもこれもうね、奨励券でも死ぬ死ぬんで、もうやりにくい、やりにくい、逆に飛んでいいと思う。さあうまくスイージャンでいなしているか。ダイヤキー、あーしょうがない、これはルティに当たってしまう。これはキャラ差が出た。まあこれはしょうがないですね。ワンティがクレジンさん行ってもいいですよさあクレジンさんどっち。グッズさんキャラ決めて。恐竜持ち1体、まあ、他のプロルール。さあクレジン竜、はい、さあクレジン竜が行く。クレジンさんの他キャラって見たことあんまないんですけど、ほぼ使わないですね。そうですよね。まだ本当に始めたてなんで、はいはい、あとダルシムってキャラがね、他のキャラとなんでしょう、応用が効かなすぎる。あー、うん、あーそう言われてみるとそうかも。バルログとバイソンとダルシム、はいはい、その3キャラかな。うーん、さあまあ確かに結構バイソンもキャンパス食べたりとか特殊な感じですし、そうっすね、まあ、バルログはそもそもチューですし、うん、まあダルシムはダルシムで結構飛びとかも不安定してるからなおね。バルシムはね、あの空中制御ができるのがやっぱり他のキャラと違うところ、はい、さあやることがね。まあ勝利を打ったが、これダメですね。さあ破天荒2連勝。さあワンピーガーどうする。さあ輝いております黒い笑顔の破天荒さん、2連勝してさらに黒くなっております。ニコニコ。グリグラは今日は剣かな、剣とフェイロン、剣とフェイロン。さあまだフェイロンから投入あり得る。いった。さあこれは3段目に当たるが、この後つながりにくいですかね。あれはあのしゃがみ審判が限度ですね。はいはいはい。さあこれは大丈夫、前で届かなくなるんですよね、あれ、はいはいはい、危ねえ。やべえ、グリグラグリグラ止めないよ。ああ終わってしまった。終わりです。グリグラフェイロン死亡。ラウンドじゃないですよ、勝ち。昇竜拳フィニッシュはもう終わりです。はい、さあ焼き鳥バイソン、バイソン色は 4WD カラー。まあバイソンはありですね、この組み合わせ。そうですね、焼き鳥さんは本当に使えるキャラが多くて。そうですね、何でもそつなくこなすタイプ、ね、本当にすごいと思います。そしてこのキャラ使った時マジで強いっすわおーい、マジでねじ込んだ。クレイジーを打たせたくないので、はい、おー飛べないところで。しかしクレイジーがある。しかしエスナガだと、怖い怖い怖い。あぶねー、あぶねー、セーフ。さあ一瞬よじりましたが、これは破天荒作戦が出来上がってますね。やばいですね、もう昇竜拳で殺す気満々ですね。俺の昇竜拳は即死するぞとそうですね、これのリスクリターン分かってるのかと。そうですね、飛べるもんなら飛んでみやがるっていう相打ち覚悟で出していきますからね。さあ手じゃ溜めた。エッサガの場合って強直短いじゃないですか。はい、ハジハジクレイジーは入らないです。うおー、なんだろう、やべえやべえ、あれやべえ。さあこれはさすがにこの距離は大丈夫、はい、さあゴシゴシしてどうする。あー
あーこれはやばいぞ。これね、投げられるしかなくなるんで。あーなるほど。やっとリバイスが止めた。さあしかし破天荒さんの活躍でスーピーガン大幅リード。さあスーピーガンどうする。お、手に行く。さあ、マキリが行きます。まあ、剣の使いどころでしょうね、ここは。そうですね、2択で昇竜ぶち当てればやばいことになります。もうね、全部掴みを食らい続けるしかなくなる。そうですね、危なすぎません。体力が本当に死ぬいい感じのところで弱小竜かどうかというところを見たけど本当にヤバいことになりそうですね。まあ、ルルまあ普通に考えて掴み続けるが、まあまあまあそうですね、お互い OK ですね。まあまあそうですね、お互いには、まあそうですね。しかし一段目は気づけばほぼほぼ気になってやっとり3が取っている。うわぁ、ザクグランド見えねえ。まあ見えるわけがないですね。そうですね。うわぁ、やばいやつ。ナイスガード。最後タッチガードするとダイヤ届かなくなる。おい、あ、これだ。あ、まあまあ、ここは、なるほど、膝つかみを食らうしかないですよ。そうですね。食らうしかないってやべえな。あーあー、膝つかみ始まる。勝利でどっち、膝つかみ最後。今日はバックカンプでかわして、うわやりに行く、やりに行く、うまい。これは息が詰まる、どうなる。うわー、やる、歩き投げを通す、やる。今のお見事。いやーすーごい。さあワンピーまだ出てない人が結構いるんでは。ワイパーテラさん、あ、こっちか。テラさんなんでそっちいるの。お願いします。さあワイパーが行く。さあワイパーホーク。さあマキリさんがちょっと嫌そうな顔しているが、まあ嫌でしょう ね、まあ、ね、でお互い嫌なんですよね、これホークとしては竜の方がやりやすい。はいはい、ね、昇竜拳が残ってますね。おー、危ねえ。うわ、昇竜バッチリできる。そうそうそう、昇竜拳フィニッシュで、無条件勝利。そうです、なんて、なんて言ったら英語で言えないんだけど。あー、僕もわかんない。アルティメットウィンです。アルティメットウィン、なるほど、究極ウィン。さあ、あゆち、うん、勝利ですね、あそこね。そうですね。うー、確かに、うー、やめておけ。これはリードして、あゆに飛べない。いやーそうですね、このルールだと飛べないんですよね。はい、さあ外野手に外野手も、ガード、おー、あー来た、しかしやべ、やばいやばいやばい、もう死んじゃう。大勝利、やばいやばいやばい、拾ったー。これはおー、やるー、と勝利フィニッシュ。しかし2ラウンド取っております。ひよっちゃったね。さあこれでワンピー側はもう回ったのかな、全員1回目は6キャラ、あ、6人使ってますね。あアルガイル、天然、天然のアルガイル、いい。剣には絶対負けねえって言ってますよね。まあ、このカードはね、もう1月の獣道で
もうすごい話題になってこのカーブですからね。まあ全然やってることが違うんですけど、まあまあ、おっせえ、え遅すぎて本当に面白い。おっせえマジで。ソニックブームがマジで遅い。笑う、さすがに笑っちゃうよこれ。コピューまでもうちょっと大変ぞ。だいぶ溜め時間が多分75フレームくらいあるともおかしくないくらい溜めてますよね。もうちょっと溜めてるかな。75ってあれだよ、ターボのダブル2がそんくらいだった気がする。トリックにちょっと自信がないから押されちゃう。あ、これあぶれ、おい、意味がない。まだあるよ。そうですね、まだあります。阿部君はね、困ったら擦る癖があるので。そうですね、そこにバチコーン、バチコーンですよ。さあどうなる。あー、これはつもじ。さあちょっと小高くまで入れてますね、裏線で。あれ、昇竜出るの分かってませんね。おー、あー、ここで飛びが入る。厳選の技。だいぶソニック遅かったですけどね。さあ、ツーピーカー誰が出る。お、さあ、ここで川又サガット解禁。この男のサガットはヤバいんです。関東最強クラスのサガットです。いや、ま、間違いないです。退治すると分かります。これヤバすぎます。お、しかし先手を取ったのはね、割り切ってますね。そうですね。しかし、おー、マジで。あー、しかし2位で。この、あー、あ、あ、まあ、デカサイドは違いますからね。そうですね。しかし、ねじ込んでくるぞ、昇竜拳きっと。これもう止めないからね。そうですね。こんな瞬間に落とされますからね。いやー、厳しい。投げも通さない。さあ、川端、欲張りに効くのか。欲張るのか。あー、川端さん、超嬉しそう。これはバレてるよと。これ嬉しいよね。これわかるわ。さあ、ワンピーカーどうする。サガットですからね。ダルシム出るかな。確かに、あり。もうバイソンいないの。バイソンいないの。いないか。さあ、クレジンがカブセル入る。うまい。まあ、これね、昇竜フィニッシュがルールであったら、はい、4-6 ぐらいになるよ。そんなになんないか。でもありえそう。川本さんならやりかねない。ダイヤシ。おー、狙っている。あー、あ、何やってんの。いや、これまだ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 、まあ、いいだから大丈夫。さあ、今あえてゼロドットからあえて生殺していく。いやー、なんかいいですね。昇竜拳フィニッシュが知らせてくれた。さあ、これは。あー、まあまあまあ、もうラウンド取ってるからね。まあまあ、そうですね。あー、まあ、これは削り殺していく。まあ、ですよね。さあ、あとがもう4人しかいないぞ。マジか。グリグラ兼バイパーガイル、ヒデチュンリー、ヤキトリーホーク。いや、トリーホークか。ホークは出しにくいね。まあ、行くんだったら、さあ、チュンリー、
ダルシム昇竜はヨガテレポートです。今の2位で殺すの面白かったな。さあさっきはすぐ飛んじゃう星人としてしっかり昇竜を投げされたヒデ。しかしこれはキャラ差があります。マジであります。おお受け取った。そうですね、弾が話にならんぐらい準備が強いのに地上戦が終わってさらに戦列客が飛んでくるというスーパーキャラソロあるカードです。さあ落としたぞ。さあ相手は飛ぶぞ。まあドローですね。ああ負けてる。さあ火でひよった末に負けるというこれは。さあ川端生き生きしてる。あそこで落として端っこはゲージは止めにくいぞ。やばい。うわ打ち返したけど、うわヒデが死ぬ。うわ生きてる。ヒデ弱い。ヒデ退散しましたね。終わったじゃんこれ。あー終わりましたね。ウリグラ系動きがひどかった。いつもの4割くらいしか出してない。いつもそんなに強いと思ってんの？さすがにそこまではないね。さあ小物道。誰小物道やる。小物道正直リカさんと小物道で多分200ポイントやってますからね。ああやってるさあグリグラ。しかしこれはうーんしょうがない。あれさっきチュンリーサガットでデッサイド、はい、発動してる最中に戦力で切られるんですね。あれはサガットの重ね方次第です。ああなるほど。とりあえず困ったから打ってみたって感じだったんで。ほとんど抜けるかな。うまっ。しかしグリグラ剣もね相当いつも勝手にするんですよ。いやーうまい。そしてあとは勝利券当てるだけ。当てるだけか遠い。さあ打ってくる。うわー今のグランドローシェイ出っ放しの時の勝利券当たりますよね。当たりますね。ダイヤストドック。おお当たった。川端さん無条件で敗北。剣はね生き生きしますよこのルール。いやまずグリグラさんだったか順番。おテラさんが行く。さあテラさんガエルかな。まあでしょうね。テラさんはね竜結構東大戦できるイメージが多いんですがガエルもねメインキャラ並みですからね。もう本当にどっちがメインか分かんないですね。両方とも少なくこなしてるからすごい。昔はこういう2キャラ持ちみたいな人結構いたんですよ。ああどっちもほぼメインキャラと差し支えないくらい動かせると。倉橋さんとか本当にそうだったしね。倉橋梅原とか本当にそうだったし、はいはいはい、いやーうまいなー。いやー下書きが。さあ TBS さんおこれはうまいぞ。いやー完全対応ですね。いやテラさん、なんかそのみんなやってなさそうな感じみんな思ってるんですけどこの男すごいやってますからね。きちんとやって、まあやってなくはないね。まあまあそうですね。やってないはないですね。いやーめっ込んだ。
たまたまスタム打ったらたまたま勝利が、これはさあ、やっちまったテラさん、忘れてたさあ2連続で勝利権で下すグリグラさん気持ちよさそう。これね、わかる、気持ちわかる。でもスパコン出したら緊張の大会でスパコン出したい人もいるから、決勝戦だね。さあフォークも一応勝利削りがあるので、ゼロボットだったらチャンス。そうっすね。さあこれは回せない、通っちゃったか。あーこれは昇竜チャンスか。あーいい判断、どっち、ガード、うわー危ない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 、あーこれはあー死にかくさあ、グッチ勝利。こっちあとバイパーさんと焼き鳥さんかな。バイパーがいると焼き鳥フォークどこですか。バイパーさん、昇竜キャラ怖えな、これ面白いで。いや面白いでねいやなんか普段やってる東大戦でそんなルールだったらヤバいっすよねいや本当に特殊ルールって言って、はい、殺しに来てるひたすら昇竜拳を擦り続けるのか、なんか飛び本当怖いですもんね。おいやばい、これはやばい、グッチホーク、欲望にまみれる。いや本当面白すぎなんだけどこのルール。さあ昇竜拳フィニッシュがこれで3回連続。このルールやべえ。あと。あと7人キャラ、ああと、うん、7勝利で勝てるさあ7回もあったらね、さすがに勝利フィニッシュ1回起こりましょう。まあそうですね。いやーでもね、この焼き鳥さんがこの勝利で終わった。うわー、あー終わったはい、それでエグジットで。こんなにいっぱい起こると思わなかった。いや、やばい、必ず昇竜で死ぬ、ピオラしたらコンボで行くっていうのは大正解ですね。確かに、逆にそのレシピを知ってないとちょっと残っちゃうから。そうですね、迷うところありますよね。そうですね、だからそれを的確にちゃんと知っているかどうかは普段のの試合のやり込みと、はい、いうところでしょうか。今日は昇竜拳の日なので昇竜拳で殺したらアルティメット KO です。はい、まず北斗の拳なんですけど、本当に北斗はね、1ラウンドしか結局取られないから。アルティメット KO で、あーやばいやばい、あこれは昇竜拳で暴れる。まあいい中昇竜でしたね。そうですね。さあ、おっこれは高めだが内山大拳にはいかず。さあこれでおっと、しかしこれはあれですね、まあ、天候が力を上げる、昇竜拳にこだわる必要が破天荒さんなくなりましたね。うこぱうわっ、うわー、しかし焼き鳥さんは昇竜でこの球アルティメット KO が、あーアルティメット KO、 その昇竜を待っていた。アルティメット帝王がこれで4連続 ?5 連続?すげえいっぱい怒ってるぞ。
龍。さあ、マキリ龍が登場です。8人目かな。破天荒竜巻って書いてある。さあ、グッズカラーのマキリさん、マキリさんも竜巻多用するのか。そうっすね、この手のところまでは、はい、竜巻の方がいいことが多いですね。さあ、これは食らう。怖え、危ない。シャガチューパーの反応すごい良かった。さあ、焼き鳥、危ないぞ。あー、これはやばいやばいやばい、ピオルを。あー、これは勝利フィニッシュ。あー、死んだ。調整したこの男、やりおる。これで5連続、やばくない。さっきからほんと勝利フィニッシュが多い、すごいな。今回のこのイベントの半分がもう昇竜フィニッシュといっても、そんくらいいってるね。いってますね。さあ、グッチが行く。さあ、グッチさんも昇竜で殺し満々のこの男、こういうルール好きですからね、この人ね。いや大好きだと思いますよ、グッチさんは。あのね、特殊ルール大好き人間ですから、グッチさんは。さあ、大勝利待っている。あ、このルールだけにしといてよかったな。あ、なんか出会いようとした。他にいじらなくてよかった。あ、まあ、シンプルですからね。そうですね。さあ、もう取れない。これは飛んでこいよと煽っていく。いや、これあんたくに台足を振ったらやばいですよ。狙ってますよ。これはやばい、これやばい。あんたくに台足を振れない。うわぁ、うわぁ、始まる始まる。うまーい、やばい。あー、わあ焼き鳥やーべえな、今のやばいわ。残り秒数まで考えてたね。はい、あー、これやばい。できるかぐナイス勝利。あー、今の勝利はいい感じで離れましたね。あれはですね、さっきのトマホーク仕込みが一応あるんですけど、竜巻に負けるので、はい、呼び合いですね。と言ってる間に、あー、これはもう戻る。まあまあまあ、これしょうがない。ムナーリ、テラさん、川端か。さあ、ここで残り3人、2P 側。焼き鳥ノットヒューマン、ヒューマイン。エクスキューション。さあ、処刑人ですね。さあ、まあ、脱法って言われてますからね。脱法ですね。さあ、しかしムナーリさんも昇竜拳はしっかり出せる、この男。いやー、難しいな、サガットだと。エースフォークだとね、いい勝負ですよ。やばいやばいやばい。ああ、知らない。あー、死んだ。台風で死んどきゃいいのに。あの、みんなあれですよね、こう死にそうになった時に昇竜拳でアルティメット拳を完全に忘れてますよね。忘れてる、毎完全にこれすぐ忘れる、これ。面白いぐらい忘れてる。さあ、さあ、ここでクーピーガーのラストボス、もう一人いるけどね。あー、これやばい。うわ、回して、うわ、うちょっと距離が遠かった。うわ、うわ、なんだこれ。始まれー。あー、スーパー。さあ、これはいい勝負だ。そうですね、お互いに昇竜が、うわ、これはいい。あ、これはなるほど。あ、怪しい。なるほど、今ひよりました。ひよった真空重ねて、はい、万が一抜けられた時に死ぬから。あれで抜けようか。いや、これやばいな。さあ、これでユーリアのは川端さんのハブなんですが、昇竜拳に死んだらっていうのがちらついてしまう。そうですね、これまだ5分さっきからスーパー殺してますからね、ま、はい。しかし画面はじゃってない。さあ、うー、うー、
いい前。うわあやばい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 。うわあやばい。あーねえ。さあこれは。ああ差が中継。やはり川又剛。焼き鳥の快進撃を止めた。エチリドンやりましょうか、1試合なんで。ゆる、はい、アルティメット KO を出せ。いや、完全五分でしょ。アルティメット KO をお互い持ってる。そうですね、これアルティメット KO を持ちでやります、もちろん、はい、さあ、今日一番強いアルティメット KO を出せるのは誰だと。さあ、下がって飛んだぞ、この男。さあこれ一旦空撮で一旦セルが測る。さあ弱小流落としてゲージが止まる。いやプレッシャーがある。完璧。いやうまい。怖い怖い。うわしかしアルティメットDOではなくもう完全にまず1ラウンドを取りに行ったという感じですね。しかしテナさんもまだ5分まである。小流手に殺せれば。うわうまい。さあテナさんが詰める。うまい。うわあ。うわやれ事故で。さあ怖いぞこれは。おお、テラさんが締めるか。さあワンピー側テラさん出すカラーですね。スーピー側が X カラー川又。はい。おっと大活でしたね、珍しい。さあ、ダイヤスライスを差し返して。やべ、投げる。うわ、マジか。前に来る。やばい。う、打っちゃった。しょうがないね。うわ、これは。ロコツ。なんでの、ロコツが、あ、昇竜が出なかったか。さあ、テラさん。こっから厳しい。いやー、これどうすんの。うわ、マジで。さあ、またいけるか。熱い。食べた。しかし、うおー、ちょうど止まった。テナさんやる。ギリギリ食べましたね、今。いやー、すげーわ。こっから食べよう。おおほほ。テナさんが締めました。昇竜拳の日のイベント、なかなか面白かったと思います。はい、面白かった。思った以上に盛り上がりました。ありがとうございました。はい、本日ここまでとなります。では、後で皆さんいっぱいやっていきましょう。はい、はい。グッドゲームズ。
Ah!
Yeah!
Oh!
Diving!
We'll be right back.
Thank you.
Fight!
Cyclone! 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 Cyclone!
ました。